昔々あるところにおじいさんとおばあさんが暮らしていました。昔々あるところにおじいさんとおばあさんが暮らしていました。おじいさんとおばあさんの家の近くには心優しいウサギと いたずら好きのタヌキが暮らしていました。おじいさんとおばあさんの家の近くには心優しいうさぎといたずら好きのタヌキが暮らしていました。ある日、おじいさんが畑で種をまいているといたずら好きのタヌキが現れました。 ある日、おじいさんが畑で種をまいていると、いたずら好きのタヌキが現れました。タヌキはおじいさんがまこうとしていた種をすべて食べてしまいました。タヌキはおじいさんがまこうとしていた種をすべて食べてしまいました。 怒ったおじいさんは、狸を捕まえるための罠を仕掛けました。怒ったたおじいさんは、をを捕ままえるための罠を仕掛けまし,たしばらくして仕掛けた罠をおじいさんが見に行くと、狸が罠にかかっていました。しばらくして、 仕掛けた罠をおじいさんが見に行くと、狸が罠にかかっていました。おじいさんは、その狸を縄で縛り上げ、家に連れて帰りました。おじいさんは、その狸を縄で縛り上げ、家に連れて帰りました。そしておじいさんは、 きを家の天井につるしあげました。そしておじいさんはきを家の天井につるしあげました。しばらくするとおじいさんがおばあさんに言いました。しばらくするとおじいさんが おばあさんに言いました。私は畑の様子を見に行ってくるから、狸を見張っておいてくれ。私は畑の様子を見に行ってくるから、狸を見張っておいてくれ。おばあさんは、 わかりました、と言いました。おばあさんは、わかりました、と言いました。おじいさんは、畑の様子を見るために、出かけていきました。

おばあさん、この縄をほどいておくれよ。おばあさん、この縄をほいておくれよ。しかし、おばあさんは縄をほどいてあげませんでした。しかし、おばあさんは縄をほどいてあげませんでした。 すると、たぬきが言いました。すると、たぬきが言いました。僕を解放してくれたら、餅つきを手伝うよ。僕を解放してくれたら、餅つきを手伝うよ。それを聞いたおばあさんは、 狸の縄をほどいてやりました。それを聞いたおばあさんは狸の縄をほどいてやりました。そしておばあさんは餅をつくための絹を狸に渡しました。そしておばあさんは餅をつくための絹を 狸に渡しました。すると狸はそのきねでおばあさんをたたきました。すると狸はそのきねでおばあさんをたたきました。おばあさんは死んでしまいました。おばあさんは 死んでしまいました。そして狸は逃げていきました。そして狸は逃げていきました。家に帰ってきたおじいさんはおばあさんを見て泣き出してしまいました。 家に帰ってきたおじいさんは、おばあさんを見て、泣き出してしまいました。その時、親切なうさぎがおじいさんの家にやってきました。その時、親切なうさぎがおじいさんの家にやってきました。おじいさん、 どうしたんだいと、うさぎは言いました。おじいさん、どうしたんだいと、うさぎは言いました。おじいさんは、たぬきがおばあさんを殺してしまったんだ、と言いました。おじいさんは、たぬきが、 おばあさんを殺してしまったんだ、と言いました。うさぎは、なんてひどいことをするんだ、許せない、と言いました。うさぎは、なんてひどいことをするんだ、許せない、と言いました。うさぎは、 僕がおばあさんの仇を取るよ、と言いました。うさぎは、僕がおばあさんの仇を取るよ、と言いました。数日後、うさぎは狸に言いました。数日後うさぎはた 一緒に山に薪を取りに行かないかい？一緒に山に薪を取りに行かないかい？するとタヌキはああ行ってやるよと言いました。するとタヌキはああ行ってやるよと言いました。 うさぎとたぬきは山で薪を拾い、それを背負って帰ろうとしました。うさぎとたぬきは山で薪を拾い、それを背負って帰ろうとしました。薪を背負ったたぬきの後ろを、うさぎが歩いていきます。薪を背負ったたぬきの後ろを、 うさぎが歩いていきます。その時、うさぎは火打ち石を取り出しました。カチカチカチ、カチ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  うさぎは、たぬきのまきのの近くでひたたうちいしをたたきました。不思議に思ったたは、うさぎに聞きました。ふしぎにおもったたぬきは、うさぎにききました。 このカチカチ言う音は何だいするとウサギは、ここはカチカチ山だよ。カチカチ鳥が鳴いているのさ、と言いました。するとウサギは、ここはカチカチ山だよ。 カチカチ鳥が鳴いているのさ、と言いました。そしてウサギは火打ち石を打ち続けました。そしてウサギは火打ち石を打ち続けました。しばらくするとタヌキの薪に火がつきました。 しばらくすると、タヌキの薪に火がつきました。そしてタヌキが背負っている薪がぼうぼう燃え始めました。そしてタヌキが背負っている薪がぼうぼう燃え始めました。不思議に思ったタヌキは、 ウサギに尋ねました。不思議に思った狸はウサギに尋ねました。このぼうぼう燃えているような音は何だいこのぼうぼう燃えているような音は何だいウサギは ここはぼうぼう山だよ。ぼうぼう鳥が鳴いているのさ。と言いました。うさぎは、ここはぼうぼう山だよ。ぼうぼう鳥が鳴いているのさ。と言いました。しばらく歩いていくと、炎がタヌキの背中に触れました。 しばらく歩いていくと、炎が狸の背中に触れました。熱い、熱いと言って、狸は走っていきました。熱い、熱いと言って、狸は走っていきました。狸は、 背中を大やけどしてしまいました。たぬきは背中を大やけどしてしまいました。次の日、うさぎは何食わぬ顔でたぬきに会いに行きました。次の日、うさぎは何食わぬ顔でたぬきに会いに行きました。 うさぎは、昨日は大変だったね、と言いました。うさぎは、昨日は大変だったね、と言いました。うさぎは、やけどに効く薬を持ってきたよ、と言いました。うさぎは、やけどに効く薬を持ってきたよ、と言いました 言いました。たぬきは、背中がとても痛いんだ。早くその薬を塗ってくれと言いました。たぬきは、背中がとても痛いんだ。早くその薬を塗ってくれと言いました。しかし実は、 ギが持ってきたのは薬ではなく唐辛子の入った辛子味噌でした。しかし実はギが持ってきたのは薬ではなく唐辛子の入った辛子味噌でした。ギはそれをタヌキの背中に塗りました。 ウサギはそれをタヌキの背中に塗りました。タヌキは、ぎゃー、痛い、と叫びました。タヌキは、ぎゃー、痛い、と叫びました。タヌキは、痛さのあまり気絶してしまいました。 タヌキは痛さのあまり気絶してしまいました。数日後、ウサギはタヌキに会いに行きました。数日後、ウサギはタヌキに会いに行きました。ウサギは船を二隻作ったんだ。魚釣りに行こう。と、 言いました。うさぎは、船を二隻作ったんだ。魚釣りに行こう。と言いました。うさぎとたぬきは、湖に釣りに行くことになりました。うさぎとたぬきは、湖に釣りに行くことになりました。 ウサギは、僕はこっちの船に乗るよ、タヌキさんはそっちの茶色い船に乗りな、と言いました。タヌ,さしたタヌキは、ウサギに言われた通り、茶色い船に乗りました。 タヌキはウサギに言われた通り茶色い船に乗りました。二隻,隻の船が湖を進んでいきます。しばらくするとタヌキの乗った船に水が入ってきました。 しばらくすると、狸の乗った船に水が入ってきました。実はその船は泥でできた船だったのです。実はその船は泥でできた船だったのです。狸の乗った船はすべて溶けてしまい、狸は 湖の底に沈んでいきました。タヌキの乗った船はすべて溶けてしまい、タヌキは湖の底に沈んでいきました。ウサギはおじいさんの家へ戻り、おじいさんと一緒におばあさんの墓参りをしました。ウサギは おじいさんの家へ戻り、おじいさんと一緒におばあさんの墓参りをしました。彼らはおばあさんの冥福を祈りました。彼らはおばあさんの冥福を祈りました。